どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしたい中の人エルザです。今回はバージョン 2.5 後半に登場するレイさんについて実装初日の評価をしていきたいと思います。久しぶりの新しい限定ヒーラーというところですが、撃破特攻特化の性能となっているためホタル編成強化要因な感じとなってますよね。ですが性能を見てみると全体系の回復や攻撃手段を持っているので幅広い活躍ができそうな気もしています。ということで今回はレイサの性能面の強さや気をつけたいポイント、異物や編成などをまとめて解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それではまずレイサの戦闘の特徴を見ていきたいと思います。ポイントとしては3つですね。まず1つ目、風雨腕を召喚して戦うスタイルっていうところです。レイサに関してはスキルと秘技によって風雨腕を召喚し戦うスタイルとなっています。速度90固定の高度回数3回の制限付き召喚となりますね。このあたりは召喚でいう株とちょっと違った性能となってます。ただし1回の行動で全体攻撃と全体回復、さらに全体デバフ解除と性能は高めとなっていますので、結構強い性能を持ったキャラだなと思います。それではポイント2つ目、回復は攻撃力依存というとこです。風雨腕の回復量は攻撃力プラス固定値となっています。そのため全体攻撃の要素も考えると相性がいいところとなるんですよね。追加能力で撃破特攻分攻撃力をアップする性能もありますので、回復面においては盛りやすいっていうのがあると思います。回復量としては申し分ない性能になるっていうところになりますね。そのため弱点撃破がちゃんとできればダメージと回復を両立できるキャラとなっています。それでは続いてポイント3つ目です。追加能力で自動発動もあるっていうところです。これが一番大きな特徴のところかなと思いますが、追加能力の解放によって HP60% 以下の味方がいるとターンを消費せず追加攻撃を行うってことができるようになります。風雨腕は召喚された時に行動回数が決まってますので、この消費をしないっていうのはかなり大きいですね。しかもこの時は回復と攻撃を両方行えますので、緊急回復としても重宝できます。ただし強力なところがありますので、再発動には2ターンの制限がかかるってところがあります。その点だけちょっと注意が必要ですね。レイさんに関しては行動の軸は風雨腕であるが、スキルや必殺技のみ行動順を管理できるようになってます。回復が間に合っていれば SP 管理もできるので意外と扱いやすいキャラとなっています。続いてはレイさんの覚えておきたい性能についてです。ポイントは3つあります。まず1つ目、行動順はレーサーでのみ対応が可能というところです。先ほどちょっと話しましたが、風雨腕の行動順に関してはスキルで 20% 必殺技で 100% アップとなってます。それ以外に行動順を上げるものはありません。なのでレーサーだけでしか行動順をアップできないという特徴がありますので、レーサーのスキルと必殺技をしっかり使っていくのが大事になります。この使い方を間違えると思ったよりも行動しないってことがありますので注意が必要です。続いて2つ目ですが、必殺技では行動数は増えないということです。風雨腕は行動回数が決まっているっていうのがありますが、スキルによって回復することは可能です。ただし必殺技に関しては行動順アップのみで行動回数の回復っていうのは付与されません。なので必殺技の前にしっかりとスキルを使用することが大事となります。行動順の管理っていうのがちょっと大事なんですよね。一応表示の方はありますので、このあたりをしっかり見ておくのが大事となります。続いて3つ目です。デバフ解除は風雨腕の行動のみというとこです。デバフ解除に関しては風雨腕が行動した時にのみ発動するようになっています。なのでスキルで行動順をうまくアップしないとデバフ解除が間に合わないということもありますので、その点は注意が必要です。それが HP60% 下回って緊急で使うというのが大事かもしれないですね。レーサに関しては全体攻撃と回復自体はレーサ本人で可能となっています。ですが全体デバフは風雨腕に依存しているところがありますので、行動順や行動回数はしっかり抑えとく必要があるかなと思います。性能を見る限り風雨腕にかなり依存した性能かなと思います。それでは続いてレイさんの凸について話していきたいと思います。全体的な凸の話をすると、弱点撃破のアップであったり風雨腕の性能アップというところになります。ですが2凸まででだいぶ強力な性能となっていますね。1凸に関しては弱点撃破効率が上がるので、より戦闘効率を上げつつ敵の防御力が下がるってことでダメージも見込めます。さらに2凸までしてしまえば味方全体の撃破特攻が上がりますので、より火力を出せるってところがありますね。
特に二突に関してはレーサー自身が必殺技の発動で弱点撃破ダメージの火ダメをアップすることが可能となってますので、より火力を出せるようになってます。ホタルとかをメインで扱うようであればホタルの火力も上げる要素となりますので、このあたりは非常に強力ですね。レイさんの突に関してですが、撃破特攻の性能をさらに伸ばすのが目的であれば、二突までするのがおすすめというところです。二突まで行かなくても、一突でも十分強いかなと思います。二突まですれば、単純に撃破特攻のバフを全体に配れるようになりますし、弱点撃破のサポートもできて、防御力も下げれるのは非常に強い部分かなと思います。特に超撃破編成であれば、自身で超撃破のダメージも出せるようになりますので、この点についてはかなり強いのかなと思います。サブアタッカー要素が強くなるなと思いますね。それではまず公演性の候補についてです。一つ目はモチーフですね。赤日の香りは今もなおです。こちらに関しては装備するだけで撃破特攻が上がるようになっています。なのでレーサーの追加能力と相性が良くなるんですよね。これにより攻撃力アップと治癒量アップのバフを受けやすくなります。また必殺技の発動で受けるダメージがアップするようになってますので、超撃破編成と相性がいい公演性となっています。このモチーフ公演数に関しては、レーサーの性能だけでなく、味方全体に影響があるので、結構いい公演数かなと思います。続いては、教魂の夜です。頬のモチーフ公演数ですね。こちらに関しては、EP 効率がアップするため、必殺技で、風ユアンの行動機会を増やすことが可能となります。回復対象に対して、攻撃力バフも漏れるっていうのがありますので、攻撃力を参照にするアタッカーと相性が良くなっています。続いて3つ目は、何が誠かです。こちらに関しては、撃破特攻が装備するだけでアップするため、レーサーの追加能力と相性がいいところがあります。また、通常攻撃で回復することが可能となるため、回復が過剰になる可能性はありますが、HP をあまり上げないレーサーとしては相性がいいところかなと思います。自己管理ができるようになるっていうところですね。また、それにより、風ユアンの暴発が防げるのもいいところかと思います。続いて、4つ目の講演水は、手術後の会話です。こちらに関しては EP 効率がアップするため、必殺技による風ユアンの行動機会を増やしやすくなるっていうのが特徴です。また、必殺技の発動で治癒量もアップするので、体勢を整えるには十分な回復量を得られるのはいいところかと思います。続いて、異物の候補についてです。まず、異物ですが、光害を一層摂取鉄器がおすすめとなります。追加能力で撃破特攻を上げるため、セット条件を満たしやすいっていうのがあります。まあ、250まで上げるかって言うと難しいところがあるので、そこまで上げる必要はないかと思いますが、ある程度盛ることができれば、サブアタッカーとしても活躍ができるため、撃破編成においては相性がいいかと思います。続いて、オーナメントに関しては、豪華と連投の中連宮になります。こちらに関しては、ホタルとの運用が多いため、このセットにしておけば恩恵を受けやすいっていうのがあります。また、速度もヒーラーには欲しい要素となってますので、その点からしても相性がいいところですね。ただこちらに関しては撃破編成に対応するときに相性がいいというところになりますので、それ以外の場合はタリアを採用するのがおすすめというところになります。それではメインステータスについてです。胴体に関しては治癒量、打つに関しては速度、弾に関しては攻撃力、縄に関しては EP 回復がおすすめです。レーサーに関しては攻撃力が欲しいところもありますので、弾に関しては耐久ではなく攻撃力にしてます。サブステータスに関しては、撃破特攻、速度、攻撃パーセント、耐久系となります。レーサーに関しては、耐久値がちょっと低いところがありますので、耐久系をしっかり盛るっても大事かと思います。続いて、エンドコンテンツクリアのためのステータスです。HP は3500以上、攻撃力は2000以上あるといいかと思います。撃破特攻に関しては 200% 以上ですね。バフの恩恵を受けれるのと、ダメージ要因として活躍できるようにするためです。速度に関しては134以上かなと思います。早ければ早いほどいいかなというところですね。ステータスに関してですが、追加能力を意識するなら撃破は200は欲しいところです。ただ200まで上げるというのはきついところがありますので、味方のバフとかの恩恵が受けれるならそれから下げていくというのは問題ないかと思います。まあその分撃破特攻のダメージが減るというだけになりますからね。それでは続いて編成についてです。編成については3つですね。まず1つ目、ホタル超撃破編成です。メンバーはホタル、調和主人公、ルワン、レイサとなります。ポイントとしては、ギャラガーの代わりでより超撃破を強化できるってとこですね。さらに、デバフ対策ができるようになるので、安定感がアップします。また、ギャラガーを他の編成で使えるようになるのも嬉しいポイントというところですね。すでに強いパーティーでしたが、さらに強化されるっていうところになります。続いて、飛翔メインの追加攻撃編成です。メンバーは、
秘書、レーサ、ロビン、ナノカとなります。こちらに関してですが、レーサの封印腕の攻撃判定が追加攻撃となってますので、相性が良くなってます。アベンチリンの代わりとして採用するのはありかなというところです。また、レーサによって SP 管理がしやすいので、バランスがある程度いいっていうのもいいところです。続いて3つ目、虚構女児用の編成となります。ジェイド、ヘルタ、ロビン、レーサとなります。こちらに関しては、虚構女児でより攻撃的な編成というところですね。全体攻撃ができるのがいいところです。また、ロビン枠をアタッカーに変えて、より攻撃的にすることも可能となりますので、ちょっとポイントが足りないなっていう時は、ロビンの枠を変えるといいかと思います。編成としては、今現在こんな感じというところです。さらに、いろいろ試してみるのも面白いかなというところですが、まあ、持続編成とかどこまで活躍できるのかも気になるところかなと思います。続いては、エンドコンテンツの使用感についてです。エンドコンテンツに関しては正直回復枠っていうところですので活躍はできるかなと思います。まあ全体的にはというところですね。ではポイント2つです。まず1つ目、攻撃できる耐久枠として優秀というところです。攻撃をしながら回復はできるっていうのが特徴となりますので攻撃的な編成を組みやすくターンを無駄にしづらいっていうのがあります。特にターンを無駄にしないっていうところでは虚構女児の回復としても扱いやすいっていうのがありますのでその点は嬉しいポイントです。ただし、いいことばかりではありません。それが二つ目です。封印腕の扱いが難しいというところですね。封印腕に関しては、株と違って、レーサーでしか行動順を管理できません。そのため、レーサーのスキルは発動機会などをしっかり押さえておかないと、召喚が途切れたりっていうことがありますので、その点は注意が必要となります。まあ、使い勝手がいい方かなと思いますが、管理がそれなりに難しいというのが特徴ですね。それでは最後、秘書の実装初日の総評について話していきたいと思います。今回は3つの項目で話していきます。まず1つ目、一通り試してみてというところですが、全体デバフと全体回復が非常に強力だなと感じました。回復においては、スキルや必殺技を駆使して回復を全体にできるというのが非常に強力でしたね。この全体というのが本当に良かったと思います。特に回復方法においては、他の法上よりも全体を管理できるのがいいところですね。また、デバフ解除も単体ではなく全体となっているので、状況を打破しやすくなっているのもいいところかと思います。とりあえず、何でもかんでも全体って思っておくといいかと思いますね。ただ、レーサーに関しても懸念点はあります。懸念点としては、封印腕の管理次第なところがあるというところですね。レーサーに関してですが、全体回復に全体攻撃と全体尽くしであるのはいいところなんですが、全体デバフに関しては、どうしても封印腕が行動した時となるため、スキルや必殺技のタイミングが重要になります。この発動のタイミングに関しては、どうしても他のデバフ解除持ちよりも劣る部分となりますので、タイミングを見る必要があるところとしては、ちょっと難しいかなと思います。この点では、ギャラガーの方がもしかしたらいい点かもしれないですね。それでは最後、ガチャについてです。単純にヒーラー枠として引いておきたい。また、激破編成の強化として欲しいところとなります。工場枠としてまず考えた時なんですが、ここまで全体に特化したキャラはいないっていうのがいいところです。全体回復をスキル必殺技でできるキャラっていないですからね。また、全体のデバフ解除となると、個々のターン依存と似たような部分があるため、非常に強力な部類になるかと思います。個々の魅力ってこのディジェネ効果とデバフ解除の良さですからね。それに近いものを感じますね。なので、耐久枠が足りないようであれば、獲得はおすすめしたいなっていうキャラになります。個人的には、ポポとレーサーどちらかを持っておくといいのかなと思いますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。